ちょっと前にもねレビューしたんですがもうこのメーカー本当に信じられないほどのコスパなんですよ単ポート1個で使えば100ワットですでタイプ A は22こんにちは戸田さとるですもうねこのメーカーの充電器とかね格安で大人気ですねノーブーの120ワットの充電器紹介したいと思います120ワットですからねすごく高いね高出力の充電器が手頃な価格で買えますよ 今回はですね、ノーブーの充電器紹介したいんですけれどもね。まあ以前もね、いくつかデバイスレビューしておりますけれども、120W の高出力タイプの充電器です。 ちょっと前にもねレビューしたんですがもうこのメーカー本当に信じられないほどのコスパなんですよね相変わらず中身出してびっくりしましたが充電器本体に加えケーブル2本ついてますよすごいですねで説明書これね各国語対応ですけれどもまあ、充電器の説明書って言葉なくてもね大体このワット数だけ分かればね OK だと思いますけれども一応ね日本語の説明もしっかりついておりますでこれが本体という形になります 本体の、ね、質感を見ていきたいと思いますけれどもポートね3つついてるタイプですねもちろんね最小ではないんですけれども十分小さくて安っぽさは皆無ですねここにね金型のね、えー、合わせ目がありますけどほとんどわかんない映ってないぐらいだと思うんですけどもうっすら線が入ってます全然ね高級感ありますよ このね、パーツの合わせ目の隙間も均等ですし、安っぽさはね、全くないと言ってもいいでしょうね。この120ワットのね、ガンのプリントと、ノーブーのね、ブランドのプリント、綺麗にね、プリントされてます。 ここにね各種のね情報も綺麗にプリントされておりますでボディ全体は黒のねえ艶消しです多少傷はつくでしょうし指紋もつきますけれどもまあギタギタ汚くなりにくいタイプだと思いますね、えー、でこのね凹凸を刺す部分はシルバーの仕上げになってましてここの艶消しなかなかねかっこいいデザインだなと思いましたそれではキッチンスケールの参考値ですけれども重量を測ってみましょう 212g ですね なかなかね、軽いんじゃないでしょうか。出力はね、え、ポートだと 100W 後で詳しく説明しますが、合計 120W です。これだけね、コンパクトで軽くなったのは、ガンスリーを採用してるからと、いうことで、まあね、うーん、その、頂点に君臨するようなサイズとかね、出力ではないんですが、十分な出力と、もう余裕でね、持ち歩けるコンパクトなサイズで値段が安いのがポイントなんですよね。212g ですから、ちょうどね、スマホ1台ぐらいの、 重量になりますということで、出力を説明していきます。まずね、タイプ C が2個ありますね。で、タイプ A があります。タイプ C はどちらも、タンポート1個で使えば 100W です。で、タイプ A は 22.5W になります。まあ、この辺普通といえば普通ですね。で、タイプ A を2個、この2つ組み合わせで使った場合は60、60W、60W になります。これで合計 120W になるということですね。パソコン2台に充電したい方も、60W あれば、 まあまあ、十分いけますよね。理想的には65なんですが、実はね、5W 程度の違いってほとんど体感では分かりません。60W でも 65W でも、ほぼね、ちゃんと急速充電できると感じると思います。で、えー、一番上と一番下、この2つを使った場合は、100W と 20W。これでもだから合計 120W になりますね。上でパソコンに 100W で充電しながら、下で例えばスマホにね、えー、20W で充電するとか、 タブレット 20W で充電するとか、もしくはね、完全ワイヤレスイヤホンに 5W で充電するなんていう使い方ができます。で、下2つを使った、これ注意してください。下2つは合計マックス 20W になっちゃうんですよ。だから同じ2つ使うにしても、一番上と下で使うと100の20なんですが、真ん中と下で使うと合計20になっちゃうんですね。だから常にパソコンは上から使うと覚えておけば、この充電器に関してはね、いいのではないかなと思います。 ではね、3個使った場合どうなるかっていうと100と2つ合わせて20です2つ合わせて20ですまあだから上でねパソコンを充電したら下はスマホとイヤホンみたいな使い方があ向いてるのではないでしょうかはい、えー、付属のねケーブル2本ついてくるの素晴らしいですね両方ともね t y p e C t y p e C です 最近はね、もう iPhone15 シリーズもね、y p e C になりましたし、一昔前ならね、y p e C、t y p e C と t y p e C ライトニングだったかもしれませんが、今はもうね、y p e C、t y p e C でいいのではないかなと僕は思います。両方ともですね、USB PD の 100W 対応のケーブルなので、充電器の出力をね、フルに活かせるわけですよ。 いいですね。いいで,すねではね、ちょっとね、えー、長さを測ってみましょう。はい、1本はですね、まあもちろんちょっとうねうねっとしてるので、ピンとさせてないんですが、まあ1メートルです、1本はね。ではもう1本測ってみますね。 もう一本はね、1メーター50なんですよ。気が利いてますよね。長さが違うわけです。一本が1メートル、一本は1メートル50なので、一本はね、例えばパソコンに使って長い方が便利。一本はスマホだったら短い方が便利みたいな使い方ができます。でね、1メートル50のケーブルってなかなか良くて、特にね、なんか寝っ転がりながらスマホ見たいみたいな人はですね、1.5メートルあると、ベッドサイドのね、コンセントからケーブル引っ張ってこれるんじゃないでしょうか。これ2本ついてきますよ。 ケーブルはね、アップにするとこんな感じです。ナイロンでね、くるまれてるタイプなので、比較的ね、耐久性高いと思いますよ。で、デザインがね、シルバーと黒じゃないですか。これがね、充電器のデザインとまんま合ってます。色合いも合ってるので、なかなかね、気持ちよく使えるのではないかなと思います。ほら、シルバーも両方つや消し、いいですね。 さあ、これからですね、充電器使ってパソコン等に充電していきたいと思いますけれどもね。これね、プラグちゃんと折りたたみになってます。折りたたみになってます。これもね、なかなかいいですよね。それではね、まずパソコンに充電していきますよ。タイプ C 端子につないでね。えー、こういう距離感だったら1メートルのケーブルがちょうどいいですよね。余らなくてね。 はい、えー、今ね、しっかり、こうちょっと小さいんですけど、充電のマークつきました。このパソコンね、65W で急速充電できるので、これでもう文句なしの急速充電できてます。まあ、多くのパソコン、モバイルノートは 65W ぐらいの急速充電が多いので、まあ、最高の速度で充電できることが多いと思います。ではね、続いて、もう一つの端子に差し込んで、iPad を充電してみますね。もちろんね、 パソコン2台でもいいんですけれども iPad もねだいたい 45W ぐらいで急速充電できると言われているので2個使う場合はね60と60で出ますので十分急速充電できてますでケーブルがね1.5メートルと長いので iPad をちょっとアクティブに使いたいなーなんていう時はこの長い方のねケーブルを使うと余裕があって便利だと思いますはい、えー、このようにね iPhone にもちろん充電しても OK ですね、えー、今ねちゃんと充電のマークきましたもうもちろんね余裕があるので iPhone にも急速充電が可能です ギャラクシー S24 のね、これウルトラでございます。充電してみますね。PPS 対応してるんでね、超急速充電2.0出るはずです。はい、えー、ちょっと字小さいんですがね、出てますね。はい、えー、PPS に対応してギャラクシーもね、急速充電できます。今回はですね、こちらのノーブー 120W3 ポート USB-C 充電器をレビューしました。いかがでしたでしょうか 本体にね、加えてケーブル1.5メートルと1メートル、100ワットのケーブルがね、合計2本ついております。さて気になる価格なんですが、これびっくりなんですけど、えー、動画を撮ってるタイミングではタイムセールで15%オフになってましてね、えー、本当は6999円なんですが、5949円なんですよ。さらに1400円オフのクーポンがあるので、なんと4549円。 4549円ですよ。グッジョブケーブル台一体いくらなのぐらいのね、価格なんですけれども、ちょっと驚きのですね、相変わらずこのメーカーですね、ノーブーは、なかなかね、コスパに優れた製品をリースしてきて、ついつい欲しくなっちゃうというやつですね。おすすめのモデルです。 今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信。 それからねリアルのイベントの優待等もございますまたメンバーシップに加入していただきますと戸田悟ファンクラブに無料でご招待しますでこの戸田悟ファンクラブでは抽選でですね毎月僕がレビューした製品の一部だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですがプレゼントしておりますのでふるってご応募ください <music>